セレステ・イングはアメリカ合衆国の作家、小説家。1980年7月30日、ペンシルバニア州ピッツバーグに生まれる。セレステの両親は1960年代に香港から移住しており、2004年に死去した父親はアメリカ航空宇宙局のグレン研究センターに勤務する物理学者であった。母親は科学者で、 クリーブランド州立大学で教師をしていた。セレステは10歳の時に、オハイオ州、シェカーハイツに移住した。高校卒業後、ハーバード大学で英語を学んだ後、ミシガン大学の大学院で MFA を取得した。ミシガン大学在学中に執筆した短編小説、ホワットパセズ・オーバーで、ホップウッド賞を受賞。ニューヨークタイムズ、ガーディアンなどの雑誌に、 多くの短編小説、エッセイを発表している。短編小説、ガールズアットプレイは、2012年にプッシュカート賞を受賞し、2015年にはアレックス賞を受賞した。2014年に発表された彼女の最初の長編小説であるエブリシング、アイネバートール e ユ t は、アマゾンブックオブザイヤーなど多くの賞を受賞している。現在は、マサチューセッツ州ケンブリッジに在住。 ありがとうございます。